はい、今回の動画なんですが、ここにね、今、診断のベリリア以上と、あと、まあ、注目してるノーマルカードをピックアップしたんですけど、こいつのティア表を作ろうっていう企画になります。で、まあ、2、3ヶ月後に、まあ、断罪として正解発表するっていう形でやっていくんですけど、まあ、今回はね、久しぶりのゲストでミンミミ呼びました。はい。はい、まあ、ここ見えると思うんだけど、ランク表はこの4つで S、A、B、Z にしたんだけど。まあ、いいんじゃない？あ、じゃあ、まあ、一回これでいこうか。うん。じゃあ、まず、シスからいくか。あ、まあ、とりあえず一つ言えるのが、はい、既存のアビスには入らんやん、これ。無理だね。そう、だから新規で組む必要あるんだけど、まあ、新規で組んだアビス今活躍できるかって言ったら俺はできないと思うんだよね。うん、なので、まあ、どんだけ持っても B かなと思ってる。うん、俺も B でいいと思うよ。はい、じゃあ B で。では次、ホースマントラだね。いや俺ね、これはね見たけどね、うん、強くねって思った。いや、俺もちょっと強いと思ってる。これは速攻に対してかなり圧かけれるよね、これは。うん、で実際なんかうちの店でも作ってたんだけど、まあ赤タニは結構勝てるっぽくて、まあまあ、うんうんうん、受けとしての性能はかなり高いというところで、まあ A ぐらいか。うん、俺は A でいいと思う、これは強い。はい、次、これ事前情報でまあまあ話題だったやつね。俺これ結論から言うと結構逆張りしたい派なんだよね。え、俺はこれは楽しいだけで弱いと思う、うん、いやそうなんだよね。あんま強くないよな、これ多分。うん、まあ、うん、これ使ったデッキがさ、まあ、うん、今の環境デッキに勝てるわけなくねっていう。いや、そうなんだよな。なんか、5マナでジャストダイバーの生き物を置くならペディアでいいなって思う。いや、そうなんだよね。で、ツインパクトカードを集めてる間に多分もう死んでんだよな、ツインパクトデッキは。そうなんだよね。間違いないわ。せいぜい B、B かな。まあまあ、Z ではないでしょ。Z ではないね。うん、はい、はい。で、次、ガラワルドね。これは強い。はいはいはい。というと、え、なんか書いてること全部強くね。あ、まあまあ、書いてあることはまあ強いね。でっけえ GWD だもんね。あ、そう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 。うん、でもなんかな、何に使うんだろうと思ってる。カードはめっちゃ強いけど何に使うんだろう。そうなんだよね。まあ結局そこなのかなと思ってて、まあ、うん、既存のアーマードメクレイドがまあ基本五軸になってるから。そうだね。うん、まあちょっとそこに入れるとノイズになるから、これ入れる場合は多分本当に8軸で作んないといけないんだけど、8があんま強くないんじゃねっていう問題があって。え、なんか俺こいつ入れるならアーマードメクレイドじゃないと思ったわ。ああ、はいはいはい。というと、それこそこいつ SA だから革命チェンジできるしなとかいろいろ思ってた。ああ、ね、はい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 、確かに確かに。そう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 。あ、革、あ、ドキラゴンバスターとかノバみたいなそっち寄りのデッキに入りそうってことか。そうそうそう、それはあるね。はいはい、確かにそれはありそう。まあ特にメタクリの塾には優れてるというところもあって、あと自分がメタクリ並べてコストが減るから、うん、若干サザンルネッサンスみたいな。確かに確かに。まあだから小型のメタカードを自分で並べといて、最後これ出して革命チェンジでドツクみたいなこともできるってことだよね。そう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 、はいはい、まあまあなんとなく使いやす感はあるから、まあ、A やな。まあ A かな。はいはい。次、出た、バルピアレスク。これ俺は逆張りしたい派ですね。あんま強くないと思ってる。まあ理由としては、このクリーチャーの攻撃の割に自分のファイアバード5つ破壊したらエクストラターンってやつなんだけど、あのこれをケツで殴ろうとするとガードストライクに止められるし、これから先に殴ると打点足んなくなるっていう自己矛盾が発生してるところ、うん、だからまあちょっと使いづらそうだなと思って。あとまあなんかファイアバードを多面展開したところでみたいな感じがちょっと、ね、いやね、俺もねこれは弱いと思うよ。うん、そうなんだよね。そこまでやってやること追加単価よって思った。いや、そうなんだよね。サガなら勝ってんだよなこれ。2で勝ってる。そうなんだ。まあどこ来たい。Z じゃない、でも B だと思う。わかる。まあまあその最低限そのアーマードメクレード5で出せるっていうところはあるから。あと、アドバンスだとあれがあるね、あの昇竜出したやつ昔、カモンピッピーだ。ああ、はいはいはい、確かに確かに。そうそう、カモンだ、カモンピッピーがある。ああ、面白いね、それ。まあ、それちょっと期待だな。で、次、アンブレラ・イザベラ。ガチの初見だ。まあ、決まれば勝つ、カード。ただ、俺は、アビスメクレイド8が全部弱いと思ってるんだよね。なんでかっていうと、もう今のアビス強すぎみたいな。まあ、そうね。そうなんだよね。で、俺はこれ、もう使わねえんじゃねえかとすら思ってる、正直。アビスメクレイド8っていうデッキが成立しうるかが、多分、これの評価基準になるかなと思うんだけど。いやー、弱いんじゃない？いや、俺はもうこれ、Z でいいんじゃないかなと思って。いや、ぶっちゃけ Z なんじゃない？だってパクから出てきたら嫌な気持ちになるし。そうだよね。なんかもう100円のオーラーするよね、すごい。うん、はい、次、規則ゼック。まあ一応多分なんとなくの使い方はダブルメカメクレードみたいなやつがあるじゃん、8の。あるね。うん、あれでまあこれとメカフレンドバースト持ってるようなやつ出して、うん、メカフレンドバーストの効果でこれタップしてこっちの効果も使うみたいなデザイナーズコンボはまあ想像つくと。はいはいはい。で問題になるのは、え、そのデッキ強いのっていう話なんだよね。はいはいはい。どう思うっていう。え、なんかこれ出せるのがメカデルステラなのが弱いなと思った。メカを出すだったら強いのに。あー、なるほどね。はいはいはい、うん、
はい、なんか弱そう。なんかそこまでやってやることバトルに勝って選ばれないだけかよと思った。いやもう本当になんか速攻にしか勝てなさそうなんだよな。しかも速攻にも盾不満かったら普通に負けるしな。そうなんよな。なんか孫君にブロッカーぐちゃぐちゃにされて負けそう。赤団に普通にわかるわ。もう順張り Z でいい。順張り Z やねこれは。順張り Z でいきますか。はいはい、うん、次、ラテが不要期、はい、だからメクレイド8のデッキ使うなら確定で入るカードはね。でまあその結論から言うと、俺さっきあいつを Z に置いたやん、うん、じゃあ Z じゃない。えっていうかこいつ2手破壊するのに3しか減らないんだ。6減らすよなそれは。そう、いやもうアビスメクレイド8を弱いっていう前提で話してるから、これ Z でいいかなと思ってる。うん、 Z やね。てか今知ったけどあれなんだ、ダブルメクレイドって3枚見て1枚出すを繰り返すわけじゃなくて6枚見て2体出す。そう、6で2やね。あ、それはなんかちょっと強いな。あ、まあそうね、割はいいね。で今からあのそのシリーズを各文明出します。次じゃあもう全部 Z なんじゃね。まあ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 落ち着けて、はい、でクラウムゴルギーにね。はい、まあこいつはブロッカー持つやつが2体いたら3軽減ね。でもなんかこっちの方が強そう。ああそうね、俺もあのさっきのやつよりこっちの方がちょっと強そう。まあ破壊しなくていいしな。そう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 。だしメカの方が出して強いカード多い気がする。最終的にあいつがいるからな。シゲダンドメジャールとかもあるし。そう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 。なんならこっちはワンチャン使う気がしなくもない。これ B でもいいよ俺は。あ、オッケー。いや俺もこれちょっと B 寄りなんだよね実は。で次アルバトロスタランチュラ。パー6000以上が2体あったら3軽減。あ、緑は6000以上のクリーチャー結構軽量でも多い。デスマッチビトルとかまあいろいろあるから、まあまあ、うん、これは今のところ一番条件軽そうだなとは思う。うん、てかこれ名前やば、ガンブルじゃないんだこれ。あ、そう、乱心なんだよね。ショック。これが一番条件簡単そうに見えるな。そうね。でジャイアントってもうまあ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 強いやん、うん、なのでまあこれもまあ B かなっていう。 B だね、うん、次ボルシャックノブリですね、はい、火のエレメントが3つ以上あったら、3軽減でアーマンドダブルメイクレイド8でアーマンドすべてはバトルチパープラス3000。まあ俺はこれ、まあ、先に言うと結論は Z なんだよね。まあ理由としては、うん、軽減条件が火のエレメント3つ以上ってことで、まあこれを達成しようとすると達成後のコストが6だから5以下のカードをまあ3つ並べることになると。まあだからアーマンドメイクレイド5とかで多面展開することになるのかなと思うんだけど、これノイズじゃねみたいな。うん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 、うん、分かるよ。そう、アーマンドメイクレイド5のデッキにこれを入れるのがかなりしんどそうだなと思って。かといってそうじゃなかったらどうやってこれ軽減して出すんやろうみたいなところでなんか使えなさそうなんだよなこれ。そうね、なんか普通にチップ以外の効果も弱いしな。いやそうだよね、別に SA とかつかないから、うん、あ、そうそう、なんか錠剤で全部 SA とかあったらまだワンチャンあったかもしれないけど。そうなんだよね、バトル中プラス3000されましてもみたいなとこあるから。うん、オメって感じだしな。まあオメ Z やな。うん、オメ Z やねこれは。次オーインクセリ、これ一応事前情報なんですけどミレウが一押しっすね。じゃあ弱いな。あいつがそう推しポイントにしてたのはダーゼンモンドあるじゃん、うん、あれの下のさ必殺でつわものどもが夢の後ゴドローして山切れたらエクストラターンのやつ、うん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 、まあ要はあれがマックス2回打てるとってなったら山札残り16枚からエクストラターン取れるんだよねこれ。16枚からいけんの、うん、6枚見てこれ2回となると山10枚削れてちょうど山なくなるから。あ、そうか、見てるからまだ浮いてんのか。あ、そうそう、浮いてる間に山なくなったらそれはエクストラターン確保条件満たすから。ええ、ちょっと強いなそれは。そうそうっていう話を聞いて、あ、ね、あ確かにと思って。はい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 。ただまあもう一つ別のことも言ってて、まあ佐賀には勝てないんだけどねとも言ってたね。まあそりゃそう。そう、まあまあただ少なくともこのサイクルの中では一番強いよって言ってた。まあでも確かになんかそれ聞くとなんか強そう。でどうするでも別に A じゃないと思う。そうなんだよ。いや、そう、そこまで聞いて B なんだよな正直。そう、なんか Z じゃないなと思ったら、うん、そうなんだよね。なんか、うんうん、これでまあミルが CS 優勝したらまあ後日ごめんなさい動画出すわ。あ、そうね、それはそうしよう。うん、そうするわ。で次加速税式、シールトリガープラスでこれはまあメカ入れるなら入りそうだなと思ってて、というのもあのカオスマントラのチェンジ条件満たしてるからね。それ思った。そうだからカオスマントラを A に置いた都合上こいつもまあ使うだろうなと思って、まあ、最低 B 以上だなと思ってます。メカのデッキに絶対入るから別に A でもいいかなと思う。なんかカオスマントラ A に置くなら別にこれも A でいいかな。うん、超強い普通に。で次これちょっとノーマルカードですね。まあかなり強いと思う。サンコス2000でアタック時山上1枚シールドか、シールドにカード置いた時にメカメクレイド5、まあ、だからビリビリビリの強い版。はいはいはい。カードパワー的にヤバくねっていうので置きました。強いね、うん、カオスマントラ入るならこれ入るでしょ。あー、入りそうかな。他のメカのカードプール次第だけど、まあ確かに、まあまあまあ強いかなと思って。まあ強いな。え、でも B だな。うん。B か。
でも B だな。残念でした。はい、次、テレスコテレスね。はい、5マナ5000のブロッカーパードブレイカーで、相手のターン始めに相手の手札1枚見ないで劣勢させる。で、相手が手札捨てるために自分ワンドロー。で、手札1枚もないプレイヤー1人いたらプラス5000。2人いたら1万。なんかデーパーティーみたいなテキストしてんの。そうね。まあ、今回は普通のデッキ基準で考えたいんだけど、ただ、まあ、1つ思ったのは、5コスだから、アビスメクレード5でまず出るんだよね、これ。はい、で、出てきた時に、これ相当嫌じゃねっていう。普通に、だってブロッカー持ってて、生き残るために手札1枚なくなって、その間相手どんどんリソース補給されてって考えると、除去絶対しないといけないし、ノクセパワープラス5000あるから、意外と除去されづらいっていうところも考えて、B かなっていう。いやね、俺も B でいいと思うけど、結構強いなと思った。うん、いや、まあ、実は A の可能性もあるんだよね。これね、難しいのが、アビスメクレード5の方のデッキがどれだけ強いかに依存するなって思ってて。そうね。だから、シス A だったらこれ A かなっていう感じなんだよね。シスと同じところにありそうだなっていうので B なんだよね。こいつ、パワー5000なの偉いな。ダークネスで、そうそうそう、マイナス2回当てないと。あと、開けるかとかでもさ、ギリ除去されないから。そうね。あと、乱反だしな。これ意外と強いんじゃないっていうセット。うん、これなんか別に弱くないな。A 置いとく？いや、ちなみに A でもいいよ、別に。あ、ちょっと強気の A 言っちゃうか。強気の A とか。これで強かったら俺たち胸張って強いって言いましたって言えるじゃん。それでいいか。で、太陽の開口。ノーマルだ。アーマードメクレード5をします。で、自分のクリーチャー全員 SA。え、強い。や、そうなんだよね。これ、普通にアーマードメクレード5、3周目出ましたと。うん、これ強くね？これ。うん、いや、そうだよね。いや、さ、これ、一つ納得いかないのがさ、デネブログのアンケートでさ、さっきのあの、サンコスのあれあったじゃん。はい。あれより評価だいぶ低いんだよね、こっち。そう。なので、いや、俺はそこに逆張りを置きたいから、あいつが B ならこいつは絶対 A に置きたいんだよね。A でいいんじゃね？別に。なんか、普通にめっちゃ強そうじゃない？これまあまあよかったよかったわ、うん、こっちの方が強いと思う、うん、いやそうなんだよね、なんかあれよりは絶対強いなと思ってて、うん、生放送でも使ったんだけど、うん、まあまあまあアマドメクレード5の3種目が出ましたよっていうやつですね、はい、でうわガチャカードうーん俺これいろいろあったけど最終 B かなっていううわこれ俺のチャンネルなら S っていうんだいやこれちなみに 5C だとどうなんこれは。いや 5C は弱いよ、だってザーディから打てない。いやそうだよね、ザーディから打てないから弱いよね、うん、はい、その話は俺もした。まあ、だから9これを使うならだよ、ね、こういうそうこういうデッキにせんといかん、うん、だから今さあまりにもさひどくない、そのサガがいるせいでさ全てのメタを受けるやん、うん、こいつが。そうだね、トコシリも効くしまあまあまあそれに関しては除去をしながらデッキはするからまあ悪くはないんやけど、シンプルに6マナ払って2回キューブってんのやばいよな。そうね、だから通れば強いかなと思ってて、で通るかっていう話なんか将来戦も加味すると A なんだよ、ね、現状 B でなんか最終 A かなっていう感じ、うん、そうなんかサガがいなくなって昔の四者環境みたいなデッキパワーバトルになったら結構強そうこのカードは、うん、まあ先あるから A にするかじゃあ、うん、A でいいんじゃね、なんか普通に強いと思う、うん、はい、姫カットと上がマジックレンドバースト持ちで、相手ターン中相手がそのターンで2枚目以降のカード引いたらワンドローできるから、で相手がエマタ言ったら2ドローできるって感じかな。あそうだ、うん、確かに確かに。で、下の呪文が相手のエレメントを2つまで選び持ち主の手札に戻す、変なフィールド系も全部戻すと。これめっちゃ強くね。いやそうだよね、これもノーマルでピックアップした中の1個で、うん、まあちょっとやりそうだなっていう。なんかパーフェクトジョーカーじゃん。まあまあただバウンスだからね、そのメタクリ一瞬戻してもすぐ戻ってくるから、うんうんうん、まあ使うデッキは選びそう。でもなんか PJ と違ってマナにおいてもキューブリックの色達成するとか、そもそもクリーチャーであるとか、あとこいつほらさっき言ったようにツインパクトだから、まあそれこそステディのやつには入りそうだよね。うん、まあボンキュー5枚目とかと一緒に入るんじゃないっていう。確かに。なんか雑に強いな、カードがいろんなところに出張できそう。でも A なんかなっていう疑惑はあるな。そうなんだよね、そうそう、こっからその話に入るんだけど、うん、なんか確かにカードパワー高そうなんだけど、なんかこのデッキに入れたら明確に強いみたいな図があんま想像できんというか、まあ、このマジックレンドバーストの発動もちょっとむずそうだなと思って。むずいね、他のマジックがあんまりなさそう。まあ現状だとまあシャッフかボンキゴマイムかな。ただシャッフは殴りたいし、うんうんうん、そうね、そう、まあ、ボンキゴ寝かせたくないしな、あいつも。そうなんだよねっていうのがあるから、まあまあでも、まあ、ボンキゴに関しては寝かしたらあのエレメントも戻せるから会場のターン殴り返せることはまあほぼないんだけど。ああ確かに確かに確かに。そう、まあだからボンキゴ入るデッキに揃って入んのかなと。ただそうなった時に色配分がかなりしんどいデッキ、まあ要は3色使ってるようなデッキだと両方44取ると色バランスきつそうだなとか思ってて、うん、むずいカードだなと思いながら見てます。あでなんか確かに穴からジェオーガになんか2枚だけ入ってますみたいなリストを見てもおかしくないなって思ったな、その聞くと。うん、そうだね、それが一応ありそうだなと思ってます。うーん B やな。でもあれだよ、多分環境デッキに入ってるって時点で世間からしたら A に見えるよこのカードは。だから入ると思うなら A でいいと思う。でも別に入る構築がテンペレじゃないと思うから B でいいな。はい、じゃあ B ね。はい、